筑波サーキットにスプーンシビックが持ち込まれた。担当ドライバーは2001年十勝24時間レースで DC5 スーパー耐久デビューインを務めた土屋圭一と伊藤大輔。本当に早いのかね、こんな格好してて。格好は悪くないよ、格好は悪くないんだけど、早そうに見えない。まあ夢で見た時はね、早い車だなっていう、こんな格好してて早いのっていう、そんなね、正月に夢見たね。スーパー耐久レース ST4 クラスに参戦するため製作されたスプーンシビック。ボディは取り外せるものを取り外し、レース用の補強を加えた現状で DC5 より30キロ重く、今後は交換できるパーツをより軽くして軽量化を進めていくことになる。さあ、いよいよシェイクダウン。まあ最初なんで、年齢言ってくれる。なるほどね、はい。2周のウォームアップを終え、アタックラップに入った。しかし高速コーナーでは、あのテスト車と同じ路面に吸い付くような走り、これがシビック R の持つ優れたベースポテンシャルなのか。ほぼ今インテアルと同じタイム。あ、本当、うん、こうやってバタ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 、なんかコーナーを一輪で曲がって、うん、で四輪が全部バラバラっていうかね、こうパタン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 、要は設置を上げると、うん、インテアルの方が四輪が設置してる、うん、あ、まだ全然ダメだよね、これじゃね。バタつきを抑えるため、ダンパーの伸び側の減衰力を高めて再びコースイン。収まり、だいぶ収まりいいよ。やっぱりドキドキですよね、心配ですよ、まあ、とにかく無事走ってくれないとね、まあ、普通に走るっていうのはまず、シェイクダウンっていうのはもう大体問題が出るもんなんで。低速コーナーからの脱出が若干楽になり、タイムもコンマ2秒アップ。続いて大輔がコースイン。元はあんな悪くないよような気がする、うん、元はあんな悪くないような気がする。俺はノーマルはすごいこうトルクステアも少なくて素直には動くんだけどね。インテの時みたいなフロントのこう変なトルクステアの広い板みたいな、ああいう動きはもうほとんどない。素直だけどもそのフロントのシャープさが全然なくて、インテだと最終とかでブーって入ってきて、パーシャルの時とかあるじゃないですか、うん、踏んだらいいんですけど、抜いたらリアがちょっと軽めでこうふわって出てくるような感じがあるんですけど、それがないんでもろフロント押されちゃうんですよ。ここでインテグラとバトルしてみることに。対戦するインテグラは同じくスプーンが2006年のスーパー耐久レースで参戦していた本番のレースマシン。デビューから実に5年間のレース活動を通して、まさに重箱の隅を用事でほじくるような作業で速さを追求したその仕上がりは、すでに熟成の領域にある。さあスタート。シビックの大輔、ホイールスピンが多いか。なかなかでもシャインスタートだよ。バタついてアクセルを開けられない大輔に対して、土屋インテグラはスムーズな脱出、余裕のライン取りを見せる。
やっぱね、インテール仕上がってるからね、4年間も。タイトコーナーでの回答性と脱出が明らかにワンテンポ遅いシビック。土屋インテグラがベタ付ける。ベタベタに疲れております。しかし 80R ではシビックも負けてないか。やっぱり仕上がってるのは強いね。まだまだこれからだね。あれ、向こうの方がストレート速いのか。まだまだこれからというレベルのシビックだが、最終コーナーだけは互角のスピードを見せる。3ラップ目、シビックのバタつきが悪化する。縁石に乗っちゃうとさ、その後ちょっと収縮しなくて。土屋インテグラは最後まで後ろからチェック。スプーンの市島氏によれば、今回のシェイクダウンの感触ではセッティングする上でシビックは DC5 より癖のない親しいだということ。これはそのまま市販車でのチューニングでも同じことが言えそうだ。熟成されてるっていうね、4年間これがやっぱ大きいかな。シビックのタイプ R に関しては出てきたばっかりで、作ってシェイクダウン、これはちょっときつかったかなっていう感じがするけど、どう乗ってみて。しょうがないかなっていうところが一つですけども、ただね、運転しててすごく素直は素直です。でただこれからレーシングカーに育て上げるっていう部分では、もう少しその素直さから飛び抜けてシャープさっていうのが必要になってくるんですよ。そこがまだちょっと重さなのかセッティングが出てないのかはよくわかんないんですけど、どんくさい。どんくさい、うん、ここで約35キロぐらいこちらの方が重い。フロントを軸にしてロールスピードが速くてロールストロークがあって、それで今度は跳ね返されてハンディングが暴れ出すっていう感じですね。あと今回タイヤがね、ちょっとシビック用のやつが間に合わなかったっていうことで、仮のものをつけてるんで、ちょっとその辺の、バランスがコンストラクションがちょっとずれてるのかもしれないですね。基本的にね、そのダンロップ、その先の 80R 最終コーナー、そういったところがね、ハンドリングがこうフロントが常にしっかりしてる。これはね、インテールだとスッと抜けるんですよ、いきなり。でシビックのタイプ R だとずっとそのなんかフロントは接地感はあるかなさっていうことで、スプーンがホンダに内緒でなんちゃってタイプ R 作り上げましたけれども、実際出てくるのはね、もうちょっとしっかりしてるから。もっと全然しっかりしてる、とりあえずは無事走ったという段階ですね。それからいい感じに詰めてくださいよ。そうです、この持ってる素直さっていうのをベースによりシャープに、もっと運動性上げたいい車にしていきたいと思います。ベースってね、四輪が FR のように設置してるような気がする、それでは次回お楽しみに。夢が現実となるのは3月29日。乞うご期待。